夜7時、7時です。鹿児島ユナイテッド FC、背番号20番、酒ほどです。背番号32番、牛沼拓です。スポーツプラスオープニングクイズ。僕、牛浜の、試合の時に履いてる勝負パンツの柄は何でしょう ?1、さくらんぼ。2、東京タワー。東京タワーがどこにあるかに。3番、いちご。もう場所が気になるよな。そういうのをチョイスしますはい。ああ、これでも気になりますね。これもうずっと履いてたんですけど、そのパンツを。でもシャキさんに、もうそろそろそろやめろって言われてて、最近また勝負パンツを探してるんですけど、まあ。初代というか。初代、ね。もうものすごく頑張って、もう、僕はもう分かってるんですけど、答えを。はい。すっごい擦り切れてるんですよ。もう、休ましちゃってくれと。勝負パンツすごい頑張ってたよ。脳震盪の日を最後にしようかなと。なるほどね。この間じゃあ履いてないんですか。この間の試合から履いてないですもん。初代勝負パンツの柄ですね。勝負パンツの柄をぜひ考えてください。もう休ましたって。はい、休ませ、はい、お願いします。今日もスポーツで鹿児島を盛り上げましょう。鹿児島スポーツ応援部スポーツプラスキックオフ。鹿児島スポーツ応援部スポーツプラス。ユナイテッドサポーター部、頑張れ鹿児島アスリート。ユナイテッドサポーター部、ユナプラ。鹿児島ユナイテッドサポーター部、ユナプラのコーナーです。鹿児島ユナイテッド FC スタジアム MC を担当していますマッキーです。今日もユナイテッドを一緒に応援していきましょう。ユナイテッドサポーター部の皆さん、応援部活動、応援メッセージお待ちしております。さてポンちゃん、はい、ポンちゃんが頑張ってる八幡さん、はい、鹿児島ユナイテッド FC を応援してくれてますよね。そうですね、今働いてるアルバイト先の八幡も、はい、ユナイテッド FC を応援しています。そうなんです、はい、なのでその関係でポンちゃんもその懇親会とか、そうです、ね、パーティーにも参加したことあるんですね。そうですね、店の、ま、オーナーが、うん、ま、そういった法人サポートの会があるから、うん、ポンちゃん行っておいでって言って自分行っていいんですかって言って、はい、行かれました。ドキドキしながら行きました。ね、選手の皆さんも参加したんじゃないですか。あ、はい、選手の皆さんも監督さんも、うん、他の方々もいらっしゃいました。そうですか、はい、ポンちゃんもぜひユナイテッド応援してくださいね。あ、はい、応援してます。はい、ありがとうございます、はい、さあそのユナイテッドなんですけれども、前節ジェフユナイテッド市原千葉戦、ポンちゃん2対1で勝ちました。7月が勝ち点ゼロだったんですよ。苦しい苦しい1ヶ月をね乗り越えて、ようやく5連敗を脱出して前節勝ち点3を取ることができて、本当に嬉しい。嬉しいですね。試合になりました、はい、前半28分に先制を許したんですけれども、後半13分、牛浜選手が同点ゴールを決めまして、さらに29分、五稜選手のクロスを酒本選手が押し込んで逆転勝利となったんですね。今までちょっとですね、降格圏内にいた鹿児島ユナイテッド FC なんですが、現在22チーム中暫定20位、降格圏内から脱出することができました。さあ今日はですね、そのヒーローの2人にインタビューをさせていただいておりますので、牛浜選手、酒本選手のインタビュー、ポンちゃんもどうぞ一緒に聞いてください。鹿児島ユナイテッド FC サポーター部、ユナプラです。今日は前節のヒーロー、こちらのお二人を応援したいと思います。では自己紹介お願いします。背番号20番、酒本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。背番号32番、牛浜です。よろしくお願いします。お願いいたします。お疲れ様です。お疲れ様です。牛浜選手、はい、お帰りなさい。はい、ただいま。どこか行ってた。いや、ちょっと、はい、出かけ一瞬行ってました。どこ行った。どこ行った。はい、何かあった。何かありましたね、はい。どこ行ってたんですか。どこ行ってたか、どこ行ったかわからないですけど、ひよこが回ってました。頭の上でひよこが回ってました。はい、コミカルに言ってやつな。だからですね、コミカルに行きましょう。コミカルに行きましょう。先月の22日栃木戦で負傷しまして、段階を踏んでの復帰になったと思いますが、もういろんな方からよかったねって言われるんじゃないですか。そうですね、やっぱりいろんな方に心配もしてもらいましたし、まあ本当復帰できて嬉しいです。はい、本当無事で何よりでした。そうですね、本当頭は怖いなって改めて思いました。本当ですね、はいはい、ちなみにあの日のことって覚えてますか。あの3分間は覚えてないです。その後は覚えてる。その後は覚えてます。はい、そうなんですね、はい、いやでも早い復帰で、そしてなんといっても前節お二人はジェフ戦でゴールを決めました。おめでとうございます。ありがとうございます。
ということで今日はヒーローのお二人に来ていただきましたけれども、前節明治安田生命 J2 リーグ第26節ジェフユナイテッド市原千葉戦2対1で勝利となりました。久しぶりの勝利だったと思いますが、竹本選手お気持ちいかがですか？もうほんま素直に嬉しいのと、はい、あのね、タクがもう復帰してきて、うん、早々にもう結果残しまくってくれてるんで、もうやっぱ心強いなというのと、やっぱまあ5連敗中だったのでね、内容結果ともに結構、まあ、満足というか、あのやりたいことできたなっていう試合だったので、はい、まあ、素直にこう嬉しいなっていうのが、はい、気持ちでした。嬉しいですよね。もうサポーターもですけど選手の皆さんも本当に苦しんだこの7月だったんじゃないかなと思います。牛野浜選手、はい、勝利いかがでしたか？いや本当やっぱ勝つのは本当気持ちいいですし、また次も勝ちたいなっていうふうに思いました。そうですね、はい、勝ちを積み重ねていきたいところです。まず同点ゴールを決めた牛野浜選手ですけれども、はい、あのゴール振り返っていかがでしたか？そうですね、あの砂君が深いところまで入ってくれて、まあ、目の前にスペースあってそこにボールが来たら打ちたいなと思ったところにちょうどボールこぼれてきたんで、まあ、思いっきり振り抜いて決めれてよかったです、はい、本当にあの同点ゴールがあっての勝利かと思います。そして逆転ゴールを決めたのが竹本選手でした。いかがでしたか？いやもう順位から素晴らしいボールが来たんで、あとはまあ押し込むだけかなっていう感じだったんで、まあ、今シーズン2点しか取ってないですけど、やっぱ気持ちいいなっていうのは、はい、思いましたね。やっぱりゴールはいいもんですね。そうですね、やっぱ、はい、嬉しいですね最高ですね。もう本当にあの、ね、サポーターもそうですけど選手の皆さんどうですか？雰囲気良かったですか？そうですね、やっぱシャケさんがフォワードの動画見てまでゴール決めようと思ってくれてるんで、まあ、僕もラブも絶対それに負けないように、はい、やんないといけないなっていうふうに思ってます。動画見てるんですか？そうですね、もうちょっとこれさすがにあの見なあかんなと見なあかんなというか、まあ、イメージですね、イメージを膨らますために、はい、まあ、そのね、こう結果につながったんで、これからもっともっと見なあかんな、はい、僕も見たいです見ますか？僕も見ないといけないです、はい、いやでも竹本選手みたいなベテランでも本当に研究は続けるんですね。いや、まあけどみんなしてるようなことなんで、はい、いや楽しいですよ、やっぱゴール集とか見てると。え、どんなゴール集見てるんですか？お誰見て決めたの？誰見て決めたの？あのインザーギ選手誰ですか？それ、いやあのもうすごいストライク、伝説的なストライカーなんですけど、イタリア代表のフォワードですよ。どの国の人？イタリアですね。イタリアのゴリゴリのもの。あ、じゃあイメージはあのその選手をイメージして決めたということ？そうです。インザーギでしたよ。あのゴールはインザーギで、僕も見ないといけないです。インザーギに申し訳ないですけど。2対1で勝利しました。ジェフユナイテッド市原千葉戦、本当に最高な試合になりました。さあでは次節アウェーについてはまた後ほどお話を伺っていきたいと思いますが、ここでいきますよ、恒例のサポーターぶっちゃけ質問ボックスです。よろしくお願いします。竹本選手からお願いします。ラジオネーム東健太郎さん、はい、夏バテ対策を教えてください。あ、聞きたいですねこれ。僕はもう一貫してこう冷たいものを取りすぎない、はー、はあ、なんか意識して結構辛いものとかあったかいもの食べたりしますね、夏に。じゃあアイスとか食べないですね？食べないですね。なんか吉野浜選手ありますか？そうですね、まあ、クーラーに頼りすぎないっていうか、はい、そのタイマー設定をしてなるべくそれで朝起きれればいいですね、まあ、3時間3時間設定にするんですか？3時間設定にこだわってます3時間でもし暑いなと思って目覚めるのが嫌なんで、わかる。いや僕起きるんですよ、あの起きないんですよ、その朝まで起きないんですか？3時間だったら朝どうにか耐えれるんで。あ、じゃあ3時間まで行けばまた寝れる。で2時間だったら起きるんですけど、へー、3時間は今のところ大丈夫ですけど、今年はちょっと暑いんで、うん、暑い、ちょっとこれで起きて途中で起きたら何も言えないんですけど。本当ですね、はい、4時間にするかもしれない。4時間にするかもしれない1日何時間ぐらい寝るんですか？まあ、8時間か、お 7時間半か8時間。さっきもと選手は、僕はまあ6時間、6時間、まあ多くても7時間ぐらいかな。まあ僕はだいたい12時ぐらいに布団ついて7時過ぎぐらいなんで布団ついてから布団つくんで、ね、布団のまでの道中が結構布団つくまで大変な、布団につくって言わへん
いや、あの布団寝くるってことやで。はい、寝っ転がるってことやで。大阪って言うんですか、布団で作って。布団に作って、ちょっと引っかかりました。あの出かけて着いたみたいな感じになっちゃう。九州は、九州はなるんすよ。到着するみたいな感じ。流しそうめんのことそうめん流しって言うやろ。あ、そう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 、鹿児島ですね。あの回ってるのをそうめん流しって言うんですよね。それ流しそうめんは回転そうめんのこと。回転そうめん初めて言ったんじゃないですか。初めて言いました。ちょっと今ドヤ顔だったんで。初めて言いました。回転そうめんのこと。回転そうめん流しは。そうめん流しだから、そうめん回転ならわかるんですけど。回転そうめん。高速的に回転そうめんが来る。回転そうめんはそうめん流しっていうの。はい、そうです。で上から落ちてくるやつは流しそうめんっていうの。で、はい、じゃあ牛の浜選手、はい、行きましょう。ラジオネームリリーさん、七夕がやってきます。まあ、ちょっとなしにしましょう。まあ確かにやってくることはやってくるけどな。あの2020年やってきますっていうか、まだです。ラジオネームマジキンさん、どうやったらサッカーが上手くなりますか。えらいシンプルなのきました。ここに来て、はい、俺も教えてほしい。これ七夕で聞いたやったらいいかもしれないです。お願い、上手くなりますようにってやったがいいかもしれない。来年の、ね。さあ次節はアウェーになります。明治安田生命 J2 リーグ第27節東京ヴェルディ戦、8月の11日日曜日19時キックオフになります。ではお二人の意気込みを聞いてみたいと思います。じゃあ牛の浜選手。そうですね、まあ、次また連勝できるように、連勝して上に上がっていけるように、まあ、また皆さんの応援で頑張りますので応援よろしくお願いします。酒本選手お願いします。もう悪い流れが断ち切れたかどうかはもう次の試合にかかってると思うんで、ほんまにまたチーム一丸となって競争して、しっかりこうアウェーでも結果残せる、ようなチームになっていくために、またこの一戦がねすごい大事だと思うんで、はい、共に戦いましょうという感じです。共に戦いましょう。じゃあ最後になりますけれども、ユナイテッドリクエストユナリクになります。シャケさんですかね。シャケさんに好きな曲を。今パッと浮かんだのが、うん、アンパンマン の、うん、あの主題歌っていうのかな、あれ、はいはいはい、アンパンマンマーチ、あー有名なやつですね、うん、有名なやつ。どんなやつやったっけ。ソーダですよね。そう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 、はい、いやもうちょっと聞きたかった。ちょっと歌詞がソーダの次がその子供が聞いてるのをこう見てあ、お子さんが聞いてるんですか。そうそうそう、聞いてて歌詞改めてこうなんか文字にして見て聞いてみると、うんうん、すげえいい歌詞やなこれ、うん勇気が出ますよね。そう、その勇気のやつ、うん、負け続けて心が弱くなってるたんかどうか分かんないですけど、うんうんうん、涙出そうなってきて、なんか改めてその歌詞と一緒にこう聞いてほしいなと。なるほど、なるほど。アンパンマンマーチかな。酒本選手かっこよく、じゃあその曲をかっこよく曲紹介お願いします。アンパンマンマーチよろしく。